琉球大学、明桜大学、県立芸術大学は今年4月から SDGs に関する共同科目を開講していて、今月21日に成果発表会が行われました。このうち県立芸大のチームは、捨てられた資源を活用するアップサイクルで、アート作品作りや音遊びをすることで環境問題を身近なものとして考えてもらいたいと提案しました。明桜大学のグループは LGBTQ の啓発のためにイラストやショート動画による解説を提案。また幼児期からの LGBTQ 教育を普及させようと、家族の多様性を伝える紙芝居を制作し披露していました。